TVer ってくる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 遅いよな、うん、うんって言ってくれた、返事してくれた、ありがとうね。佐川くんが半月ぐらいいないんですけど、一人で夜ご飯を作りました。てか一人の方がご飯なんか失敗しても許せるから、一人でおる時の方がご飯作んねんけど、ご飯を作りました。見栄えがよろしくないんですけど、夏野菜のキーマカレーと椎茸焼いたやつとフルーツトマトと、なんかもういつ冷凍したかわからんぐらいの豚肉があったのと、キャベツそろそろやばかったから、なんかインスタでレシピ探して作った。いただきます。全然お腹減ってない。うん、うまっ。夏風邪なのか、なんか一昨日ぐらい目めっちゃ痒くて、あ、目の調子悪いなって思っててんけど、昨日から急にちょっと鼻水とくしゃみがめっちゃ出てきて、自分普段鼻水とか全然出えへんねんけど、透明の鼻水とかアレルギーみたいなくしゃみ出てきて、なんやろうと思ったら、今日鼻めっちゃ垂れてくんので、鼻詰まりすぎてしんどい気がしてきた。鼻詰まってたらなんか、おカレーなんて食べれるわけないよね。しんどい気がしてきた。これどうなんやろ、味。あっ、こ美味しいけど、口内炎こっちにあるし、こっち詰め物取れたから今仮のやつやねんけど、こっちでかもなか。いった、口内炎。うん、お米炊くんめんどくさいから、たまに一気に7合ぐらい炊いて冷凍しておいてんねんけど、カレーも前作って冷凍しておいてたから、もうそれチンした。しかも玄米ってさ、ちょいびちゃびちゃになるよな。で、佐久間くんがいなすぎて、福岡までもほぼ日帰りみたいな感じで会いに行ってきました。ちょっと会っとかなと思って、ちょっと忘れられたら困るなと思って会いに行ってきました。福岡観光せず帰った。もうでもなんかもつ鍋とかだけ空港で買ったけど、東京やばかったやん、雷と雨、マンホール飛んだりして、あれ自分飛行機数時間遅れてたら多分帰られへんかった。豚肉硬、ちょっと風邪かもって思ったから生姜を大量に入れました。まあ風邪じゃなくても生姜とニンニク大量なんですけど、なんかこのさ、カメラ変えてんけどさ、質感がなんか生すぎひん、なんかグロい色味してない？もうちょいライトツーにしてくる。なんかグロい。カラコンプロデュースしてんねんけど、さっきその新色の告知してみんなから来たコメントが及んでいます。ありがとうございます。てかさ、なんかよく勝手にさ、別に全然嫌とかじゃないんやけどさ、ネットニュースみたいなモデルプレスとかがさ、たまにまとめてくれたりするやん。ほんまにいいんやけど、あかりんがなんかネットニュースになってたんかな。あかりん友達と海行って美ボディみたいな、まあ、普通スタイルもいいしさ、あかりんネットニュースになってんなと思っててんやん。でさ、自分お盆に実家帰って大阪の友達と川行って、その写真を載せたんよ。美ボディみたいな写真は全然ないんやけど、こういう感じで写真を載せたんですけど、なんかこれでモデルプレスが記事にしてくれてて、古川優花ビキニ姿で夏満喫、スタイル良すぎと話題にみたいな。で、あかりんはなんか海で友達とこう立ってる感じの写真やって、自分なんかさ、まあ、どれかというとさ、すごい子供みたいな体型してるんですけど、なんかどれ載せるかって言ったらこれやん。で、なんか一番なんか半目の写真になってた。どういうことですか？ YouTube のコメントで、いい意味で古川には色気を感じないんだけど、やることやってるのかな、二人は。古川下ネタ系好きじゃないって言ったけど気になってしまうってきて、むしろカップルやから、なんか一回もやったことないとか、別に普通に仲いいんですけど、やっぱ自分でも思うよ、自分から色気を感じないなって思うね。おらん、そういう人。なんか性的なことしてるイメージわかへんみたいな、自分で思うねんな。ないよな。なんでなんやろ、それって。なんでなん性の感じ出してなくてもさ、色気ある人っておるやん、別に谷間とか出してなくても。なんなんやろな。でも言ってることはめっちゃわかる。エロの雰囲気いらんねんけど、なんなんやろ。夏場5月病みたいになってんねんけど、今
食欲はあんねんけど、外に出る気力がない、歩いてるだけで疲れる。なんか携帯は、まあ、見るねんけど、あんまこう文字を打ちたくない。文字なんか誰かと LINE したりするのも何？トマトしか見てないやん。これあなたのじゃないから、人間が食べん。あ、4つあって自分がどれ食べれるか分かってんの。な、どれ食べれるか分かってんの。あんまこの人でかい声で吠えへんねんけど、めっちゃ吠えるぞみたいな感じめっちゃ出してくる。なんなんやろ、なんかこの夏バテっていうか、お食事はあんのになんか全部がめっちゃだる。へえ、すぐ疲れんの。全然落ち込んだり病んだりしてるとかないけど、めっちゃすぐ疲れる。夕方5時とかには家帰っときたいし、5月病みたいなあんまないんやけど、まあいっぱい遊んでるからか。無理しなくていいよとか、あなたはもう生きてるだけで偉いですよっていう言葉あるやん。まさにそうやと思うんやけど、自分はほんまに真に受けるタイプやから、なんかちょっと何々しろとか何々動けとかやること、結構ケツ叩かれないとなんかエンジンずっと切れるかも。本調子出へん。なんかさ、どっちでもいいんやけどさ、ほんまにツイッターとか見たらさ、このインフルエンサーがスタイル詐欺みたいなっていう写真が載ってたの。普段すごいスタイル良くて足長い感じなのに、本当のスタイルはこうみたいな載っててんけど、いやそら写真とちょっと違うかったかもしれへんけど、何がスタイル悪いって思っちゃってんけど、自分のこと毎日見てるからそう思うかな。なんか自分結構足短いから加工すんのよ。顔より足結構ビーンって伸ばしたりすんねんけど、バレへん程度に。あれで詐欺とか言ってちょっと炎上してたら、自分どうしようってちょっと思ってんけど、どこまでやったら許される、加工ってさ、なんか見返したらさ、うわこの時めっちゃ加工強いみたいな時あるから、その時ほんま気づかんよな。教えて、言っても言わんくてもいいことみたいなのあるやん。教えてほしい。なんか何人かの友達約束すんねん、脇がになってたら言ってとか、臭かったら言ってって。そういう友達大事やねん。別に脇がは悪ではないけど、自分は脇がになったら直したいから、結構5人ぐらいと脇がの同盟組んでる。実家帰った時に弟が一人暮らし始めるとか言って、お母さんとお父さんが新居祝いみたいなに家電なんか買ってて、自分も買ったろうと思ってテレビを買ってあげてんな。全然買うのは全然いいしさ、気持ちよく買ってあげれたらよかったのになって今すっごい後悔してんねんけど、なんか時間もめっちゃかかるし、まあ当たり前にテレビ買うのなんかちょっとイライラし始めて、ありがとうみたいな弟が言ってきて、お前これ悪さしたら返すよとか言って、中学生みたいに神経は買うくせにすっごい鬱陶しい態度取っちゃって。でも自分ほんまにそれなんよ、この年になってちょっと反抗期やねん。いつも帰りの新幹線とかでこう気持ちよくこうできひんかなみたいな、何年な。動画とか見返しても生理前とかまあちょっとイライラするよ。佐川に当たってすごいこう見たら、佐川君優しいよ。しかもなんかその時何も思ってない言葉でも、ああこの人すごい思いやりのある言葉遣いしてくれてるなって、その時は気づかんけど動画見返して思うから、まあ自分ってすっごいなんかってなる。なんでその時な、そんな簡単なことできひん、気持ちよく相手にこう優しくできひんかな。こう家族に美味しいもんごちそうしたいとか、こう新居渡したいとか、佐川くんがずっと会ってないから好きやから会いに行きたいみたいな気持ちもあんねんけど、なんであんな鬱陶しい態度取っちゃうのと思って、ほんまにいつまで反抗期って感じ。より思いやりを持って接したいのにおかしいなって感じ。人とも今あれこういう関係で十分なんやけど、なんやろ、あかん、 MBTI のせい。 MBTI ってめっちゃ流行ってるけど、冒険家ってやつやねんけど、あ自分愛なんやって思った瞬間、必要以上に人と喋りたくないみたいになっちゃって、 MBTI が私をもっと内向的な人間にさせてくる。ダメですね。大人げないですね。人に優しくしましょう。でもこの地元の友達と MBTI の話になって、愛って言ったらすっごいびっくりされて、変わった気がすんねんな。昔やったら多分いいやった気がすんの。もうツイッターって毎日何かあるような、なんか女子アナが匂いについての発言をしてクビになったみたいなのあるやん。臭い人っておるやん。昔二十歳ぐらいになった時調子乗ってお酒ばっか飲んでたんよ。日頃の私生活もヤバすぎて、なんか口が臭いんじゃなくてここら辺からジジイみたいな匂いすんねん。え、これ20歳の女で匂うみたいな匂い。
してきたり、食生活でほんまに変わんのよ。人には伝わらんかもやけど、油もん食べさ、頭皮帽子かぶって匂ったらくっさみたいな匂いになったり、お菓子ばっか食べてたらなんかいい臭くなっていたり、人に迷惑かけるほど匂ってないと思うけど、嫌やん。食生活気をつけようって思うけど、気づいたらうまい棒とかいっぱい食べてさ、今日もハイチュウ1本一瞬で食べてさ、この食生活しててちょっと将来不安やけどな。人間ドック健康やから、うち。ツイッターとかって難しいよね。自分も YouTube 撮ってて思うけど、 Twitter よりは表情が見えるから勘違いされにくい部分もあると思うけど、自分昔めっちゃ言われたな。こう人がさ、こう隣におって隣の人喋ってるから隣の人こうやって見るやん。別になんか話聞いてる時って、うん、こうやって聞いてるわけやん。じゃあめっちゃ睨んでるみたいな、結構昔言われてて、むずみたいな。ほんまそんなつもりなくてもさ、そうさ受け取られるから、ほんま文章もやけど表情もほんまむずいなって思う。もしかしたらこれってこう思われるかなみたいな発言とかは大人になったんで気にして使うようにはしてるんですけど、難しいですよね。そう、またさ、佐賀くんに会いに行ったみたいな載せててん、これな。もうアカウントはこれで特定された家やから消え、コメントは消すんですけど、みじめみたいなコメントが来てん。彼氏に会いたくて、ちょうど佐賀くん仕事じゃなくて休みやったか、その日。みじめ、みじめかもしれないんですけど、よう考えたらみじめって改めてどういう言葉やろうと思って調べてんけど、人に悪口書いてる人にみじめって言われたくないわと思って、どないしたんと思って、もうコメントは今消しました。なんで、もうトマト無理ですから、トマト無理ですから ね、 ね、こう犬をこう触ってたらすごい服も気持ちよさそうな顔してくれるし、自分がこう手伸ばしただけでお腹をで出してくれるぐらい触ると気持ちがってくれるんですけど、飼い主やからかなって思ってたら、ペンチのルナもうこうやって触ったらもう気持ちいいみたいな顔してて、実家の子ってあんまお腹出さへんねんや、実家のワンちゃんこう触ってたら、このまま動かへんくなって、もう超気持ちいいみたいな。犬のマッサージとか才能あるかなって思っちゃった。どう思う、そうなると思う。くしゃくしゃ、かわいいね、ごめんね、拭いてごめんね。犬ってさ、こう触った後にこうやって拭いたら傷つくとか言うよな。ごめんね、ごめんなさいね、ね、かわいいね、いいよね。今日歯医者行ってさ、歯医者ほんま嫌いやねん。口開けてんのが嫌いで、顎外れそうで、もう気持ち悪くて口開けてられへんの。外れたことないんやけど、顎あれぐらいしか開けられない。かもでもすぐゴリっていうの。女子みたいな女の人がさ、よだれとか水吸うさ、みたいなさあるやん。それをさ、もう喉チンコに当たりそうなぐらいの近いところでさ、まあやらな、そこに水たまるからやらなしゃあないんやけどさ、うってなりそう、なり全部外れそうとか、おえってなりそうやねんけど、もうそれが嫌で、喉チンコに当たらんかったし、顎も外れへんかったし、全然なじめっていうけど、歯医者のそれが苦手。フルーツトマト大好きで、アメーラよく買うんだけど、甘くない。ごちそうさまでした。今日買ったもの紹介したいと思います。じゃん、見て、可愛くない？新しいの出てたから買っちゃった。すっごいキーホルダーかかっててさ、どんだけいるんって感じやねんけど。ショウガラのキティちゃん、可愛いでしょ。これめっちゃ可愛いよ。じゃん、マイメロ、マイメロ、はあ、はあ、マイメロと最近文字を書くことが多いので、日記は止まってます。3、4ヶ月ぐらいボールペンを買いました。あ、懐かしい、ここに玉ついてるの。あ、いいね、これ綺麗な字が書けそうなボールペン買ったのと、ネットでなんか届いて頼んでたやつが、じゃん、マットハッピーのフーディーピンク、可愛くない？フーディー佐賀くんは茶色でお揃い。これもマットハッピーのまたピンク、エンジェル、27歳のエンジェル買いました。エンジェルです。次、これ友達がやってるブランドの
キャップで、なんか水道管掃除か配送の人みたいになってる。これまたメイクしてあれしたら可愛いでしょ。これここタオル生地やからめっちゃいい。ラブはあの展示会で頼んでたやつ。長袖、なんか薄い長袖。なんかサブワ君にハンチング帽かぶりなよって、なんか謎にあの人ハンチングをしない頼んでみました。まあ、これもすっぴんなんで本物のハンチングって感じやねんけど、5,500円、6,000円やって。デニムとなんかスカート半分重なってるやつみたいな。1万5,000円。ラグアジェも結構買うわ。服と最後靴かなこれ。あ、そうそう、かわいい。これ以上です。そう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 、最近さインスタの広告でも出てくるやん、ドラマ。あの演技がすごい上手いとは言い難い人たちが、別に上手い人もおんねんけど、すっごい上手いとは言い難い人たちがやってるあのショートドラマ、森下庄司のやつとか、社長令嬢を違う人と勘違いしていじめられてるから復讐してやるみたいな感じのやつとか、めっちゃ気になって、森下庄司に課金するのちょっと負けた気すんなと思って、でもめっちゃ気になると思ってめっちゃ広告でずっと見とったよ。次中国のドラマ、うーわこれめっちゃ気になると思って、ある日その時佐川くんも夜おらんくて、夜寝られへんくて課金しちゃったんよ。うわこんなんもう誰も課金してないってって思いながらショートドラマ課金して、100話あんねん。1分が100話ある感じやから100分やねんけど、全部見ちゃって、全部見たら広告に出てない部分もあったけど、もうほぼ広告に出てた部分みたいな話なよ。その100分を無駄にしたとかショックはないんやけど、でもなんか見ちゃうみたいな感じで、2週間で3000円ぐらいしてちょっと高いんやけど見ちゃって、これ誰が見るんと思って2週間見まくったんよ。んで友達と LINE してて、友達がなんかの Twitter かなんかのスクショを送ってきて、パッて見たらアプリの通知が上にピロンってきてたやつが、その中国ショートドラマのやつやって、え、そのアプリ持ってんねんけどみたいな感じで、身近でダウンロードしてる人おんねやって思って、でこの前仕事の人と3人でご飯行ったんよ。その話したら、俺もそれダウンロードしてるみたいに言ってて、こんな身近にって思って、だからさ、その1週間でそのショートドラマダウンロードしてる人3人ぐらいに会ったから、めっちゃ大人気やんと思って。そのドラマ高いけどダウンロードしちゃうんですよね。森下庄司の続き気になりませんか。もうええでしょこれパワハラお嬢様聞きたいみたいなやつ見ちゃうねんな。なんかネットフリックスとかテレビドラマでやってるような人たちがやってるドラマも面白くて見ちゃうねんけど、このちょっとツッコミどころある方がめっちゃ気にならん。なんかこの中国ドラマもなんか50話ぐらいから女の人つけも外れてんねん、目頭。めっちゃ気になるって思いながら最終話まで終わって、ツッコミどころあるからめっちゃ見ちゃうって思った。うわ森下庄司半額今。日本のドラマまだ1回も見てないんだけど、中国ドラマがめっちゃ多くて 2,3 個見たんよ。全部同じ、なんか金持ちの男に女がどうみたいな感じの話。こっちはかわいい映ってる、下に福ちゃんチャンネル登録してねみたいな感じで映ってる。もうなんか生すぎひん肌質、嫌やねんけど。ということでバイバーイ。チャンネル登録ボタンです。